血圧計はどれがいい？すっぴん内科医松本の DNA ダイエット&ライフスタイル、遺伝子に沿った食事と生活にようこそ。今日は血圧計の話です。さまざまな医療器具が家庭に普及するようになってきましたね。昔は熱を測るためにお医者さんに行っていたと聞いたことがあります。今時そんな人はおられないでしょう。血糖を測る道具や自分で注射する注射器などもあります。そんな中で今日は体温計の次に普及しているかもしれない家庭血圧計についてです。高血圧の人、ちょっと年配の方など家庭血圧計を持っている方はおられるでしょう。またこれから買おうと思っている方もおられるかもしれませんね。最近の血圧計はいろいろなものがあります。古くからあるのは二の腕とも上腕とも呼ばれる肘より上で測るものです。でも手首で測るものもあるし、なんと指で測るものもあります。電池で自動で測るもの、お医者さんや看護師さんのようにシュポシュポ空気を入れて、聴診器で測るものなど、これまたいろいろです。一般に売っている自動血圧計も持ち運びが良くて便利なものとか使いやすいとか、それぞれいろいろ。お値段も3000円程度から1万円を超えるものまで、これまたいろいろです。それぞれ良い点や悪い点があり、好みもあるでしょうから、細かいことは抜きにしましょう。ちなみに私が持っているのは手動でシュパシュパ空気を入れて聴診器で測るものです。聴診器で測る方法は WHO 世界保健機構で推奨されていますが、日常生活では煩雑ですね。利便性と正確性という現実性から見ると、やはり自動血圧計がいいですね。その中でも高血圧の診療指針にもなる2014年度の高血圧ガイドラインでおすすめしているのが上腕で測るものです。指や手首で測るものはちょっとした角度などで結構不正確なのです。とはいえ、血圧測定は測るタイミングや測り方がもっと大切です。理想は朝起きてトイレを済ませ、5分座って安静にした後、胸の高さで測ることです。そうは言っても、冬なんておしっこをするためにお尻を出したり、冷たい便座に座ったり、冷たい水で手を洗っただけで血圧は変わりますので、いろいろ難点がありますね。何枚も着込んだ下着やらセーターやらをいっぺんに託し上げて、上腕ではなく肘にマンシェットを巻いて測っていると、これまた不正確です。この絵は袖をまくり上げているからよくありませんね。薄手のものならそのまま測る方がいいです。私も走った直後に測って、いつもよりかなり高くて、おお、運動って血圧が上がるなと実感したことがあります。血圧測定って奥が深いのです。ともあれ、家庭での血圧は高血圧の治療でも最も大切なことの一つ。血圧を治療中の人は神経質にならずに血圧を測って主治医の先生に報告してくださいね。医療機関でガバッと袖をまくし上げて測る人がいたら、これって正確じゃないんでしょって疑問を投げかけるといいですよ。でも診察室では座って5分安静にして測るなんてことは時間がなくて実際にはできません。 DNA ダイエット&ライフスタイルでは、医学的で人の遺伝子に沿った食事と生活でいついつまでも元気発達に生きる方法を紹介しています。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方はオレンジのところをクリックするだけです。それ以外の方は下の欄からできます。メルマガ登録もどうぞ。メルマガ登録していただくと、薬や医療に頼らず元気になる方法をメールいたします。今日も最後までお付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。